したら、うんうん、課長が言うんすよ。何？え、俺のせい。むちゃくちゃっすよね。面白いね。え、ゆうこさん総務は そんな感じじゃないですか？総務部ってそんな感じじゃないですか？うんと、なんか、まあ、みんなでワイワイって感じはあって、はいはいはい、で、まあ、なんか私の言ったこと絶対みたいな。ちょっとゆうこさんは本当に気が強いんだから久しぶりなんだ。でも飲みましたね。待ってなかったね。何時？あ、やばい。どうしました？あ、待って、あ、やばいかも。待って待って待って、そうだね。なんすか？死で逃した。あー、マジっすか。あー、そっか。あ、俺もないな。あ、そっか。あー、でも、まあまあ、うんうんうん、となったら、もうちょい。あ、そうだね。もうちょい行きましょう。確かに、なんか、世田谷線の方だから。ああ、そうそうそう。あ、そうなんですね。三茶からまた乗ってかなきゃいけないわけ。ああ、そうなんですね。そう、やったね。まあいいか。ええ。はいっす。はいっす。え、番匠くんち、うち近いっけ？あ、俺、新宿、西新宿なんで、正直、タクシーでわりかしすぐ。ああ、そうなんだ。では、ありますけど。はい、いや、マジなんだ。久々なんだ。大学生みたいですね。うん、ゆうこさんそうですよね。結構遠いですもんね。そう、まあまあ、でもタクシーでか、いやいや、まあ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 、いいんだけどね。なんか連絡しようかな。はい、うん、あ、どこにですか？お母さん。実家なんすか？うん、なんかちょっとそんだけ気強くて、なんか実家ってイメージと違いますよ。ほんと？そうそうそう、ずっとお母さんと一緒だからさ、ずっとお母さんと一緒だから、はい、そんな、多分お母さんも慣れてはいるから大丈夫だと思うんだけど。うん、お母さん多分寝てんな。そうっすね、はい、こんな感じ。寝てんな。うん、寝てる。まあまあ大丈夫そう。寝てたから大丈夫。そうっすね、大丈夫っすね。なんかお話上手だよね、ほんと。いや、全然っす、マジで。ゆうこさんの方が上手っすよ、やっぱさすがっすよね。いやいやいや、やっぱ昔営業にいたから伝説の営業マンだから。いやいやいや、営業ウーマン。女使っちゃってとか。俺ん家行きます？そしたら。え、大丈夫？いやいや、本当タクシーで、あ、全然全然、本当になんかすぐなんで。あと Wii もあるし。 Wii、はい、いいわいいわ。なんでですか、マリオカート Wii で。いや、でもこの年になったらやんないよ。いや、案外楽しいっすよ、その Wii スポーツ。懐かしい。懐くないですか？ほら、あれじゃん、スイッチ出てるでしょ、もう。いや、あえての Wii っすよ。いや、いい、いい。もうあとちょっとだね。そうっすね。あ、なんか場所変えますか？なんで？あ、場所、あ、いやいやいや、全然いいよ。すいません、なんかカラオケとか行きます？そしたらいいね。カラオケか。カラオケっていう感じでもないですかね。え、何歌うの、カラオケ行ったら。俺、尾崎っす。うん、あ、でも、ぽいかも。尾崎っす、ね。え、ゆうこさん、何歌ったんですか？ミーシャ。あー、もう世代。あれが好きっすわ。今、会いたい。あれさ、会いたいと、会いたいと。あー、俺は校舎の方が好きっす。ありますよね、2人。カラオケでね、なんか飲み放題で酒飲めますしね。結構するよね、でも。高いですね。やばいよね、なんかさ、知らず知らずにさ、カラオケ行ってて、はい、で気づけばなんか、30分で500円みたいな。いや、全然しますよ。全然それはもっとします。ね、はい、で、だって、多分2人で行ったら、
1合ぐらい朝までだったらちょっと飯食ったら、はい、1合ぐらいあると思います。カラオケで飯食うタイプ？え、食わないですか？いや、あんま食べない。え、でもあれっすよ、俺もなんかがっつり定食みたいな感じしないっすよ。いや、なんかいやいや、そんなん嫌っすよ、そんなおつまみね。カラオケで定食食うやつみたいな。おつまみね、うん、なんかはい、ポテト、ああ、のいろんなソースとかあったりします。本当高いもんね。だから高いっすね、本当か、うん、もうなんか昼とか80円とかでしょ。そうっすよ、で昼間は安いっすよ、夜だからその分通るんですよ。分かんないよね、その同じさ場所でさ同じ時間なのにっていうのね。はい、ランチとディナーとかもさ、なんか高級店のランチが好き。あ、いいっすね、そのだから2000円ぐらいでこんなの食べられるのみたいな。2000円のランチって聞いたら似合う、ゆうこさん似合うわ、なんか2000円のランチ2000円のランチって聞いたら、なんか、うん、えっと思うけど、うん、ディナーで2000円だって安ってなるじゃん。なりますね。でもさ、2000円のランチの方が最高だよ。わかります。だって2000円のランチやってるところは夜1万円かかりますからね。そう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 、結構高い。2000円のなんか、うん、その2人とも明日結構早いじゃないですか、結局出勤で、なんすぐ横にもなれるし、なんかホテルとか行きます？そのホテル、あ、いや、そこが今なんか俺も友達から聞いたんですけど、カラオケもついてるし、ちゃんとお風呂も入れるし、なんかベッドもあるんで本当いいかなと思って。はい、ね、ホテル、もういや本当になんか一候補としてみたいな。はい、なんか全部揃ってたんで今言ったので、値段的にそんな高く、多分カラオケより安くつくぐらい、まあまあまあ感じではあると思うんですけど、まあまあまあ、どうだろう、どうだろうね、どうす、どうなんだろうね、どうなんですかね。ないね、もうないと思います。どうなんですかね、どうなんだろうね、うん、なんかでも、あ、で楽しいかなと思って、コンビニでなんか本当コンビニでやんちゃすんの、ね、え、そんなだって4個しか変わんないですよ。え、んコンビニで、コンビニでなんかお互い好きなもんこういろいろ買っちゃって、お酒とかも買っちゃって、それ持ってそこ行くのとかどうかなと思って、はい、なんか全部揃うかなと思って、安くつくというか、そんなに高く、うん、なんだろう、はい、そういうんじゃなくてって感じとかどうすとか思いますけど、なんか、でも家近いでしょ。いや、でもそれは朝までいさせてください。いや、全然平気。いや、ほんとほんと、それはもう向子さんともう今日はもうずっと飲むぞって。だったら飲むよ、朝まで。いや、だから、分かるんですよ。なんか店変えるんだったらそういうイベントどうかなっていう提案です。はい、イベントなんか、コンビニで好きだもん山ほど買って持ってって2人でキャッキャ、でも眠くなったら5分お風呂入りたかったら入る、カラオケしたかったらできるみたいな、全部揃ってるんだ。それで一回朝帰んなきゃいけないのがしんどいんでね。いや、でもおー、でも T シャツとかあの中だけとかコンビニで買えるんで。いやー、同じ服だよってなるよ。いやいや、でも、まあ、会社っすもん。だからだよ、男の人いいじゃん。あ、そっか、うん、ないっすかね、じゃあこれは。そうだね、なんか見られたりしても嫌だしね。ないですか。全然私はいいんだけど、その見られたり、そのばったり誰かに会ったらみたいな。まあでも、まあそっか、まあ近いは近いか。そうだね、会社が、うん、でも大丈夫っすだと思いますよ。うん、俺ちょい遅刻で行きますし、眠いから。ちょい遅刻。俺ちょい遅刻で行っちゃいますから。ちょい遅刻。ちょっと遅刻して行こうかな。会社に。はい。ダメだよ。ごめんなさい、そうですね。普通にダメだよ。すみません。うん、なんかジョーナス、はい。うん、という提案もあるかなと思いますけどね。はい。一旦もらえます？もうちょい。そうですね。どうしよう。まあいっか、もう店変える、まあ、変えるは変えましょうか。なんか頼むかな、なんか頼む。いや、もう変えるは、もう店変えるは変えましょう、じゃあ。なんか頼もうかな、でも全然。あれ、知らなかったんだけど、あ、あったんすね。ね、え、鶏皮餃子とかめっちゃ美味しそう。逆にお腹空いてきた。
いいよね。鶏皮餃子、和風水餃子とかも美味しそう。コンビニにもありますけどね、和風水餃子。はい、はい、今すごいんで、本当に。本当で、コンビニのってめちゃくちゃ美味しいですし、安く作りますしね、全然。はい、今日経費いけるよね。いや、無理っすよ。これは無理っすよ。え、でも私いけるよ、多分。本当っすか。ちゃんと仕事の話したし、最初にこれで、うん、あのちょっとね、うん、あれで運転も動かしてるかもしれないですね。動かすか、うん、バニラアイスだけいっちゃおうかな。そうっすね、アイスだけいきましょう。すいません、バニラアイス2つありがとうございます。アイスじゃ食って店変えましょうか。そうね、アイス食べるだったら店いらなかったね、買えなくてもよかったね。なんすか、アイス。あ、すいません、アイスなしで。そうだ、コンビニで買えますもんね、アイス。ん、アイス早くないだろう。なんすか、あれ一回だからもう店変えましょうよ、一旦。このあ、だからここは経費で落としてくださったら、俺この後のはまとめて全部お礼に任せてください。本当、はい、もうじゃあ店変えましょう、よかったら。はい、にしましょうか。どうしようか。はい、じゃあいきます。あ、じゃあ先行っててください。よかったらじゃあその経費払い先失礼してもらって、俺じゃちょっと軽く、はい、最後も飲み干しておく、うん、はい、はい、すいません、はい、申し訳ないです。